メフィストは、メキシコのプロレスラー。メキシコシティ出身。父は、日本の団体である W.ING プロモーションに参戦した、経験のあるカオス。おじに、エルギャロギロ。いとこに、アイグ、トリプル a を、主戦場にしている、アストロデプラタ。アイグ、チランガマスクを、主戦場にしている、アストロレージュニア。父であるカオスの下で、 英才教育を受けて1988年7月、ウアにてカオスジュニアのリングネームでプロレスラーデビューを果たす。1992年10月、メキシコのメジャー団体であるイムルと契約を交わして入団。リングネームをアストロレージュニアへと変更して活動。1995年、アルカンヘルデラムエルテやドクトルワグナージュニアといった トップレスラーたちとタッグを組む機会が多くなり11月17日には NWA 世界ミドル級王座争奪トーナメントに出場。1回戦でエルイホデルさんとの胸を借りて対戦するが敗戦した。1996年東京プロレスへの参戦で初来日を果たす。アストロジュニアのリングネームで月光、増田昭彦などと対戦。 1997年1月21日、1データッグトーナメントである、トルネオでパレージャスにスペルアストロと組んで優勝を飾る。タイトルを獲得したことをきっかけにステップアップし、10月より、リングネームをセンデーロへと変更。エルイホデルソンタリオ、オリンピコなどといったレスラーたちと組んで出場。1998年10月17日より、 リングネームをアストラレージュニアへと戻す。1999年1月31日、メキシカンナショナルウェルター級王座を保持するアルカンヘルデラムエルテに挑戦するが敗戦してベルトをダッシュするに至らなかったが、3月22日に再び王座戦が組まれリベンジを果たすとともに王座を退官した。2000年8月4日、アントレ・トーレ・インファーナルにて行われたマスカラ・コントラ。 マスカラトルネオシュベルネティコに出場して勝者となる。2001年8月26日、ギミックファウストに登場する悪魔であるメフィストフェレスに由来したメフィストへと変更し、ブラックウォリアーと組んでトルネオデパレージャスに出場するが準決勝で敗退。9月より、エル・サタニコが率いるユニットであるロス・インフェルナレスにメンバー入り。9月28日、 CMLL 年間最大のイベントである68アニバルサリオにてマスカラコントラマスカラスティールケージマッチに出場。エル・サタニコと協力してアベルノをサポートして勝者に導く。2002年ウルティモ・ゲレーロ率いるロスンゲレロス・デル・インフェルノと構想を展開。6月23日グアガラハラ・デミンゴスにて エル・サタニコアベルノと組んで、メキシカンナショナルトリオ王座を保持するサファリオリンピコミステルニエブラに勝利して、ベルトをダッシュ。2003年7月より開始された、CMLL 世界トリオ王座挑戦権、争奪トーナメントでは、エル・サタニコアベルノと組んで出場し、優勝を飾って挑戦権を獲得。8月1日、王者チームである、 ブラックタイガードクトル・ワグナージュニアウニベルソ、ドスミルと対戦するが王座を奪取するに至らなかった。11月には、メキシカンナショナルトリオ王座争奪トーナメントに、敗戦してからチーム間に亀裂が生じ始め、12月に、エル・サタニコは、ユニットから離脱。抗争を開始。2004年2月24日、マーテスでコリチをにて、 CMLL 世界ウェルター級王座を保持する L、サタニコと対戦して勝利し、ベルトをダッシュするとともに、アベルノと襲撃して、追い打ちをかけた。6月からはアベルノとのタッグで、CMLL 世界タッグ王座に照準を絞り、活動するが、これをきっかけに、名実ともに、CMLL のトップルードタッグへと急成長を遂げる。2005年4月1日、スーパービエルネスにて、 アベルの特訓で CMLL 世界タック王座を保持するアトランティスブルーパンテルに挑戦して勝利。ベルトをダッシュして二冠王になる。8月よりミスティコ、ラ・マスカラといった急浮上してきた若い世代のリンピオと激闘を繰り広げる。2006年12月、オンブレシン・ノンブレからギミックを変更したエフェストを仲間に迎え、ラ・トリアダ・デル・テラーなるトリオユニットを結成。 2007年4月10日、グアガラハラ・マーテスにてミスティコと CMLL 世界ウェルター級王座戦を行い、敗戦。ベルトをダッシュされてしまい王座陥落するが、防衛期間1141日という最長記録を打ち立てた。2008年1月より開始された CMLL 世界タッグ王座挑戦権、争奪トーナメントにアベルノと組んで出場。 優勝を飾り挑戦権を獲得。2月1日、CMLL 世界タッグ王座を保持し、長らく因縁のあるロスゲレロスデルアトランティーダに挑戦して勝利。ベルトをダッシュ。10月、エルテリブレ、エルテハノジュニア、ミステリオッソジュニアを迎えて、ロスイホ、デルアベルノエとユニット名を変更。12月7日、デミンゴスアレーナメキシコにて、 アベルノと組んで CMLL 世界タッグ王座を保持するミスティコエクトールガルサに勝利してベルトをダッシュ。2009年1月4日、新日本プロレスのレッスルキングダム3に出場するアベルノのセコンドとして来日。同月5日には2月15日に行われるサーキット2009ニュージャパン ISM への参戦が発表された。 2月15日、新日本プロレスのサーキット2009ニュージャパン ISM に出場。CMLL 世界ウェルター級王座を保持するミスティコに挑戦。最後にラミスティカを決められて敗戦するが、日本の観客にアピールした。5月27日、NWA 世界ウェルター級王座を保持するラソンブラに挑戦。勝利してベルトをダッシュ。2011年3月、 CMLL 世界トリオ王座を保持するラ・ジェネレーション・ドラダと構想を展開。7月23日、CMLL オンテレビッサにテラ・ジェネレーション・ドラダに挑戦。終盤でアベルノとラ・マスカラの一騎打ちとなり、最後にカンパーナでギブアップを奪い勝利。ベルトをダッシュ。2012年1月22日。 日本で行われた新日本プロレス &CMLL の共催のイベントであるファンタスティカマニア2012に参戦。中村晋介率いるカオスと共闘。中村岡田和地かと組んで、ディアマンテ内藤哲也棚橋博史と対戦。最後に、ディアマンテ、ダれ式、デーモンドライバーを決めて勝利。10月。 アメリカンコミックのバットマンに登場するキャラクターであるベインを模したマスクを着用して活動。2013年1月、日本で行われた新日本プロレス &CMLL の共催のイベントであるファンタスティカマニア2013に参戦。同月18日、ジャドーゲドーと組んでタイガーマスク重心サンダーライガーアトランティスと対戦。終盤にアトランティスから ドロップキックで倒されるがアトランティスが、コーナー最上段に登ったところへ体勢を入れ替え、ダれ式デビルウィングスを決めて勝利。同月19日、奥村と組んで、ディアマンテマスカラドラダと対戦。コーナー2段目から、パワーボムを狙うがドラダから、フランケンシュタイナーで切り返され、コーナー最上段に乗せられるが、ドラダを捕まえると、ダれ式デビルウィングスを決めて勝利した。 2014年1月、日本で行われた新日本プロレス &CMLL の共催のイベントであるファンタスティカマニア2014に参戦。同月17日、バンジェリスト組んで、キタンマスカラドラダと対戦。終盤に、コーナー上段へ登ったキタンへ、パワーボームを仕掛け、バンジェリスが場外にいる、ドラダに対しトペスイシーダを決めて吹き飛ばすと最後は、 デビル・ウィングスをティタンに決めて勝利。同月18日、ミスティコとメキシカンナショナルライトヘビー級王座戦をかけて対戦。終盤にエンズイギリを暗い場外へ転落したところを、シューティングスタープレスへとつなげられ、ピンチになるが、リング上でアームホイップを受けたところ切り返して、デビル・ウィングスを決めて勝利し、王座を防衛した。四月十七日、ガーロスデルリングにて行われた、 レースデルアイレ2014トルネをシベルネティコに出場。メフィストと結託して、アベルノをアシストするも勝利することができず、この試合を最後に、アベルノは CMLL から退団した。2015年1月、日本で行われた新日本プロレス &CMLL の共催のイベントであるファンタスティカマニア2015に参戦。 ストゥーカジュニアとメキシカンナショナルライトヘビー級王座をめぐって短期構想を展開。同月15日、岡田和地下と組んで、ストゥーカジュニアキャプテンニュージャパンと対戦。終盤に場外で控えているところへストゥーカジュニアより、エルトルピドを食らってしまう。そしてリング上では、キャプテン VS 岡田となり、キャプテンが地獄好きを繰り出すが岡田が、カウンターのドロップキックから、 レッドインクを極めてギブアップさせ勝利。同月18日、ステューカジュニアとメキシカンナショナルライトヘビー、旧王座戦を行う。試合前に高橋博士二郎がセコンドで登場し、バレットクラブにメンバー入りすることを発表。試合では起き手破りのデーモンドライバーを喰らうが終盤に、デーモンドライバー、流れ式、デーモンドライバーを連続で決めて勝利。王座を防衛した。 2月3日、コデニターズにて、ポルボラモルフォシスオンブレシン・ロンブレ、VS フェゴペガッソトゥリトンの試合後、オンブレシン・ロンブレが、バックステージにて、新たなマスクを着用して登場するとルシフェルノを名乗り、アベルノが対談して、エフェストと二人で活動していたことから、新たなパートナーであることを宣言して、メンバー入り、ロスイホデルインフェルノを結成。8月9日、 キトネスデルリングにて、メキシカンナショナルトリオ王座を保持するロスレースデラ、アトランティーダに挑戦。最後に、アトランティスに、デビルウィングスを決めて勝利。ベルトをダッシュした。12月、ルにて、トリプル a から、CMLL に移籍してきたシベルネティコ&、シャーリー・ロックスターとロスヘル・ブラザーズなるユニットを、結成。同月13日、CMLL エリートにてシャーリーと組んで、 カリスティコルーシュと対戦。カリスティコとの因縁の対決を行うがルーシュのルールを無視した破天荒なファイトに戸惑い、最後はラミスティカを決められ敗戦した。2016年1月、日本で行われた新日本プロレス &CMLL の共催のイベントであるファンタスティカマニア2016に参戦。同月17日、中村信介と組んでボラドールジュニア タグチ・タカスケと対戦。終盤にボラドール・ジュニアの裏カンラナを切り返して、デビル・ウィングスを決め、コーナー最上段へ上るが回復した、ボラドール・ジュニアにより、頭部へ、ハイキックを食らうと飛びつきなだれ式フランケンシュタイナーを、決められ敗戦。同月22日、ウルティモ・ゲレーロと組んで、ミスティコボラドール・ジュニアと対戦。序盤より、両者のコルバタと、 場外での攻撃エクセンスルが中盤より構成を逆転するとボラドールジュニアへマッスルバスターデビルウィングスと畳みかけ最後はゲレーロがミスティコへゲレーロスペシャルを決めて勝利同月24日 NWA 世界ヒストリックウェルター級王座を保持するボラドールジュニアに挑戦終盤にナダレ式デビルウィングスボラドールジュニアはボラドールスパイラルと お互いのフィニッシャーを決め合うも決着がつかず、最後にコーナーへ登ったところを頭部へ、ハイキックを食らうと、スパニッシュフライを決められ敗戦。ありがとうございます。